どうも錬金術チャンネルのアルキミスタです突然 AU 株コム証券に解約のメスが入り込んでしまいました。クレカ積み立て、ノーマルカードの還元率が下落してしまいます。今までは月に1000ポイントももらえていたのが半減してしまいますということで、実施されてしまう解約、 今後の対策などを徹底解説やっていきたいと思います。しばらくね、動画出していなくてマジですみません。これを機にちゃんと動画出します。はい。まずね、こちら。12月より au 株コム証券のクレカ積み立てがこのように変わります。今まではゴールドカードもノーマルカードも一律1%還元ということで、10万円にね、今年から プレカ積み立ての上限が引き上がったことでもらえるポイントも増えてでさらにノーマルで1%還元ということで年会費無料の状態でザクザクポイント稼げたっていうところではあったんですけれども今回ですねこのバグみたいな還元率っていうのがメス入り込んでしまいまして 0.5%還元になってしまいますと。まあ、当たり前っちゃ当たり前だったんですけどね。ゴールドカードとノーマルカードの還元率が同じっていうのは、まあ、結構ね、おかしな話ではあったんですよね。SBI 証券とか楽天証券はカードのランクに応じて還元率が変わるって。 いう仕組みなんですけれども au 株コムはねなぜかノーマルもゴールドも還元率変わらなかったんですよね、まあ、だからこそ手元でねあのー、手に入るポイントっていうのも、まあ、ノーマルカード選択することによって年会費がね浮かせられる分もザクザク貯まるっていうねすごい素晴らしい仕組みだったんですけれども、まあ、これがね12月より変わってしまいますんでなんかね 2ヶ月後とか3ヶ月後とかじゃなくて結構急に来たっていう感じですよねそう12月の買い付け分からこれ適用されてしまいますのでそうなんか猶予とかないんですよもう今まで1%還元だったからいいよねーっつって <laughs> まあ0.5%でも続ける人は続けてねーって <laughs> いうようよな感じですねまあねこの解約があるからって言って別に au 株コム証券でねクレカ積み立てやめるつもりはね私はないんですけれどもまあがっかりした方も多いのではないでしょうかまあそれこそね、まあ、5月の買い付け分からこの毎月10万円の積み立てっていうのが実施されましたのでまあ大体7ヶ月ですかね まあ、半年ほどね1、1%換気維持してくれて本当にありがとうって私は思っております。そう、このね、クレカ積み立てが今までは5万円が上限だったんですけれども、まあ、法改正によりね、3月8日より10万円に引き上げられると。で、5月1日の指定分から、まあ、10万円買い付けっていうのがね、まあ、スタートするんですけれども、この時にやっぱりね、au 株コムでめちゃくちゃ衝撃的だったのは、 やっぱりね、ポンタポイントの還元率もね、これまで通り1%で毎月10万円積み立てると、月々1000ポンタポイント。1年で12000ポンタポイント貯めることできますっていうね。SBI 証券この時に解約発表したんですよ。三井住友プラチナプリファードっていう、5%還元になるチートクレカまあ、これが10万円にね、上限引き上がることで、 ま、これがね、解約となってしまいまして、まあ、マックス3%還元と。で、さらに利用金額に応じて還元に使わるっていう仕組みになってしまったので、まあ、だいぶね、あのー、ショック大きかったんですけれども、逆にね、カブコムはもう何も買えませんっていう風に宣言してくれたことによって、ま、あね、クレカ積立の中では王者と言ってもいいぐらい、 もう素晴らしいクレカ積み立てになったんですけれども、まあ、ここに来てね、まあ、気づいたんでしょうね、運営側も。んこれやばくねえかって,言って。あみんな即売りばっかするぞとか。あれ、なんか、あの、負担がでけえぞって。気づいたし、そもそも、あれ、これやってしまうとゴールドカード全然売れなくなっちゃうじゃんって。誰も作んないよねって。 いいううことに気づいたんでしょうねクレカ積み立てやる人からしたらねもうどっちも1%還元だったらじゃあノーマルカードでよくねっていう話になってしまいますからねで、まあ、この肝心のゴールドカードなんですけどもやっぱ年会費っていうのが1万1000円かかってしまうんですよねそうだから ね、別にね、これが同じ1%還元だったら、この年会費がかからないノーマルカードをね、普通だったら作りますよね。こっち A 年無料ですから。私もね、AUPay カードはノーマルカードをしか持っていないわけなんですけれども、まあ、今回ですね、このように還元率1%を維持したいのであれば、ゴールドカードを作りなさいよって、え、いうことになりましたが、まあ、果たしてね、 この年会費を払ってでも、今後ゴールドカードを作った方がいいのかって、まあ、ちょっとね、考えた方もいらっしゃると思いますが、まあ、これはね、正直言うと考えるまでもなく、もう答えはすぐに導き出せるでしょう。はい、もう、ノーマルカードで十分です。当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。そう、クレカ積み立てをやる場合には、結局のところ、 もららえるるポポポイイインンントトトっってていうのががかにに下がることによって今までもらえていた年間のポイントっていうのも6000ポイント下がってしまうんですよね。12000から半分の6000に下がるんですけど、この6000下がるとは言っても、やっぱこのゴールドカードの年会費がね、割とね、かかるんで、そう、埋めらんないんですよね。別にこの0.5%のね、還元の差が出ようとも、 年会費の壁っていうのは埋められないから、まあもう完全に現状維持でいいのかなと思います。そう。よっぽどなんか NISA とかやっていたんだったら、まあちょっとね変えてもいいかもしれないけれども、ほんとかものレベルです、うん。まあよっぽどなことがない限り、私はノーマルカードでいいと思うし、まあ今までの積み立て設定もね、特に変えるつもりは一切ございません。ということで、なんかね、 解約っていうよりも、もう今までが異常だったって考えた方がいいのかもしれないですね。もちろんね、SBI 証券のなんか購入金額に応じての、あれは解約って言っていいと思うけど、今回 AU 株込みについては特に購入金額に応じてっていうのが全く持ってないんで、そ,うそんなにね、あの、まあ、衝撃の内容ではあるけれども、 まあ当然っちゃ当然今までが本当にもうゴールドとノーマルっていう年会費でかかるカードとかからないカードで還元率がね、えー、全然変わらなかったっていうのがまあそもそもの話なんでまあ今までのねこのフィーバータイムに、えー、乗っからせてくれてありがとうっていうところでまあ私はね引き続きノーマルカードを使っていこうかなと思いますであとですね au pay ゴールドカードなんですけれども一応ね au ユーザー だったら、まだワンチャンあるかなと思います。まあ私はね、LINE も使ってるんで、まあ作ることは絶対にないわけなんですけれども、まあ一応ね、au っていう、まあ通信会社のクレカなんで、まあ例えばね、このポンタポイントがね、電話代でまあ引き落とするとポンタポイントがめっちゃもらえるとか、まあなんか au 電気とかそういうなんか au 経済圏って呼ばれるやつですね。 まあこれを使うと、まあ、還元率がね、まあ、こんな風に上がったりするんで、まあ、そういう方だったら悪くないかもしれないけど、まあ、au 経済圏とは言っても auPay に、ね、あの別に auPay カード以外からもマスターカードであればチャージとかができてしまうから <laughs> auPay の,、ね、の破壊力。 まあ、ちょっと噛みしめるにはもうねちょっと役不足かなっていうところは正直ありますね aupay <laughs> はね童話がいても JALPay を経由してチャージした方があの還元率一気に良くなってしまうんでそう普段使いにはね実を言うとあのこのノーマルカードもゴールドカードも変わらないんですよねそうだからねあんまり意味がないっちゃ意味がないんですよね で、ちなみにね、ちょっとふと私思ったんですけれども、あ、そういえばこれあるなって、マネカツプラン。これって、ゴールドカードの入会が必須条件だったんですよね。えー、と、まず、au マネカツプランっていう、まあなんだろう、うキャリアプランっていうのかな。 その中のマネカツプランっていうのに加入して NISA 講座を au 株コム証券で開設してで au pay ゴールドカードを持つとまあクレカ積み立ての還元率っていうのがえとマックスで3%になりますとまあこういう使い道あるんだったらまだゴールドカードもね 発行しても悪くないかなーってね、一瞬だけ、本当に一瞬だけ思ったんですけれども、あの、よく考えると、うん、なんかこれやるんだったら別で NISA 講座解説してあ、それこそマネックスとかね、そういうところで解説して、 ね、なんかノーマルカードで運用すればいいんじゃないかっていうのに気づいてしまいました。そう。マネカスプランね、考えている方は、ちょっと、ここを特にトラップなんで気をつけていただきたいんですけれども、あー、ちょっとやってしまいましたね。すいません。ちょっと赤線をね、あの、このようにちょっと引いていなかったのを今、えー、気づいたんですけれども、まあ、あのー、ここですね。はい。えー、っと、ちょっと待って。えー、っとね、これだ。はい。えー、この米印。 米印。はい。なんとですね、えー、マネ活プランにはですね、あの、特典積み立て金額っていうのが5万円までしかないんですよ。そう。5万なんですよ。だってせっかく、クレカ積み立てが、このようにね、あの、10万円に。 引き上がったのにもかかわらず、なんとね、このマネカツプランに関しては、なんかね、合計最大3%還元なんて言ってるんですけれども、これですね、あの、クレカ積み立て特典あの、こっちかなこれが、あの、なんとですね、5万円までしか対象にならないんです。あ、ゴールドニーサーだか違う、こっちか。こっちか。これがね、なんかね、あの5万円までしか対象にならないから、 そう結局のところマックス3%還元10万円積み立ててマックス3%還元っていうのはならないんですよねどう頑張ってもならないそうでなおかつあのマネツプランのなんか月々の費用っていうのもそれなりにやっぱりかかってしまうし格安シムに比べたらもちろん負けてしまうしでまあ NISA 講座まあ今だったらちょうどね NISA ーーを廃止して au カブコムに付け替えるなんていうこともできる時期だからもしかしたら au カブコムも NISA ーーをちょっとこっちで取りたいなっていうふうに考えていたのかもしれないんだけれどもまあ,まあ結構ねなんかブーイングブーイングはちょっと言っちゃあれだけど。 な結構ね、あのショックのでかい、まあ、メスの入れ方をしたなっていうふうに思ったんで結局ね、このマネカツプランがあったりしてもやっぱりね、あのゴールドカードを使うにはちょっと至らないかなと。しかもこれね、12ヶ月限定なんでね、よく見ると。だから、あの1年経ったらそう還元率2%になっちゃうし、さらに言うとこっちもね、 そ,うそもそも、あのー、10万円までは対象になりませんっていう内容なんで,でさらにねこの通信費っていうのも上がってしまう可能性があるからなんかそう考えると本当にいろいろ考えたんだけどマジで au を使っていて au <laughs> 電気とかいろんなサービスを使っていますっていう方でないとこの a u p a y ールドカードっていうのはまあ使えないのかなって。 それこそ、例えば、なんか100万円以上使ったら年会費永年無料とかがあったら、俺これはありなのかなと思ったんですけど、別に特にそういうのもないんで、そう、なので、まあ今回ね、まあこの a u ペイとあのカードと、あと a u p a y ールドカードっていうのが、まあこんな風にね、還元率ちょっと変わってしまいますけれども、まあとりあえずノーマルカードでしばらくいいかなって、 思いましたねあのここで例えばあの毎月5万円使ってくださいとか,なんか松井証券のクレカみたいにねとか,なんかそういうのが出てきたらさすがにもう本当に au 株コム証券終わりだと思うけど、まあ、特にそういう条件っていうのはないんでまあ引き続き、まあ、私は au、ね、株コム証券使おうかなっていうふうに考えてますただねあの絶対にマネカツプランにあの目くらませて、ね、あの兄さんなんてあの解説する気はまあ気ほどもございませんので。 ちなみに私はね、2025年は、大和コネクト証券で、ちょっと講座解説をしようかな。講座っていうか NISA か。はい。ま口、あ、講座はすでに持ってるんで、NISA を解説しようかなと思います。結構ね、コネクトでやるって人はいないんじゃないかなって思ってるんで、まあ、ちょっとこれがね、どう影響するのか、ちょっと楽しみなところは。 ございますはいということで、えー、本日の動画以上でございますまあ <laughs> au カブコム証券のクレカ積立解約というのが、えー、11月26日この動画撮ってる日ですね、えー、本日解約が発表されたんで急いで動画作りましたまあすいませんちょっと最近本当に動画を出していなくてもう2週間ぐらい動画出してなかったですねほんと 大体ね、あの、週に1本ぐらいは出そうと思ってたんですけど、あの、忙しかったとかじゃなくて、あのすいません、正直言うと、あの、まじで自堕落してました。はいもうめ。めんどくせえってなっちゃって、あの、動画出していませんでした。すいません。<laughs> はい、ということで、ね、本日の動画は以上でございます。またね、またちょっとこれを機にね、あの、いろいろ動画、あの、ネタはあるんで、 SBI 証券とかね、ネタはいろいろあるんで、またね、あの頑張って動画出したいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。この錬金術チャンネルでは誰も教えてくれない人生は後退する大人の情報というのを日々更新しております、えー。もしもこの動画がいいな、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録をして、他の動画も見ていただけると嬉しいです。あとね、Twitter、TikTok、Instagram やっております。動画概要欄にリンク貼っておりますが、えー、こっちも最近ね、あの全然活動してないんで、うん、なんか本当にマジで真面目にやってねえなって、えー 思っって、えー、ちょっと本当にねあの嫌にね嫌なってますはい、まあ引き続きね、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。バイバイ